クラヴィウス・ペトロニウス・マクシムスは455年に即位し2ヶ月半在位した西ローマ皇帝である。裕福な言動員議員であり結出した貴族であった。彼は西ローマ軍のマギステル・ミリトムであったアイティウスそして西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス3世の暗殺に関与した。マクシムス帝はバンダル族によるローマ略奪の際に殺害された。 ペトロニウス・マクシムスは396年頃に生まれており、彼の確かな出自は不明だが、名門アニキア家に属していたと考えられている。後に皇帝となるオリブリオスとは親戚であり、祖父母は裕福な貴族で371年に、執政官を務めたセクストス、クラウィウス・ペトロニウス・プロボスとアニシア・ハルトニア・プロバ、父はアニキウス・プロビノスであった。 父のアニキウス・プロビノスは364年にイリューリクム属州長官になり、366年にはガリアそして368年から375年にはイタリアの民政総督をのうの務め、395年に執政官に就任していた。マクシムスは若くから官会入りしており、知られている最初の官職は411年頃に就任した法務官であり、 415年には帝国官僚の登竜門である古民間付書記官となり、ついで416年から419年の間に提出財務長官を務めている。420年1月、2月から421年8月、9月に彼は首都長官に就任し、聖ペテロ大聖堂の修復を行い、439年以前に彼はもう一度この官職についている。 さらに彼は421年から439年の間のいずれかに、この江軍団長官に任命され、この官職かまたは二度目の首都長官の時期の433年に、執政官に選ばれた。439年8月から441年2月まで、イタリア民政総督に就任し、その後、443年に二度目の執政官に選ばれた。 445年にパトリキに助釈され、この年までにラビカナ街道とセイクレメンテセ道の間のカイリウスの丘に公共広場を建設した。この年、彼は西ローマ帝国で最も名誉ある地位にあったが、それも翌年に軍務長官のアイティウスが三度目の執政官に選ばれるまでであった。ペトロニウス・マクシムスという力者のアイティウス将軍との不和が 西ローマ帝国に次々と最悪をもたらすことになる。しかしながら、当初はこの最悪で、最も利益を得たのは、ペトロニウス・マクシムスであり、454年に、アエティウスが、ついで翌455年3月16日に、皇帝ウアレンティニアヌス3世が暗殺されたことにより、彼が定位を手に入れることになった。ウアレンティニアヌス三世歴史家アンティオキアのヨハネスの記述によれば、 マクシムスは、アエティウスを粛清する、要皇帝ウアレンティニアヌス三世をそそのかし、その結果、皇帝自らの手によって、アエティウスが殺害されたという。ヨハネスの年代記によれば、ある日、皇帝ウアレンティニアヌス三世とマクシムスが賭博を行い、マクシムスが負け、手持ちの金がなかった。彼は指輪を担保として取られた。ウアレンティニアヌス三世はかねてから、 マクシムスの美人で低粛な妻、ルキニアに化装しており、この指輪を使って、ルキニアを宮廷に呼び出した。夫の呼び出しを受けたと信じて疑わなかったルキニア、だが、そこは、ウアレンティニアヌス3世の寝室だった。皇帝の誘惑を堅くなに拒んだ彼女だが、皇帝は彼女の衣を脱がせて犯してしまった。夫が皇帝に自分を売ったと信じた彼女は帰宅すると、 彼の裏切りを激しく非難した。マクシムスは復讐を誓うと同時に人々から憎まれていた、この癒しむべき仇にとって変わる野心を抱いた。アンティオキアのヨハネスの年代記によれば、マクシムスはマギステルミリトムのアエティウス将軍が生きている限り、復讐は実現できないと考え、彼を除くことにした。そのため、彼は、 ウアレンティニアヌス3世の宦官,官である自重長のヘラクレオスと共謀した。皇帝への影響力を強めることを望んでいた。ヘラクレオスは、アエティウスと長い間対立していた。二人は、ウアレンティニアヌス3世に対し、アエティウスが彼を暗殺して、自らが皇帝になろうとしていると吹き込み、彼を抹殺するよう説得した。五十四年九月十一日。 ウアレンティニアヌス3世は、アイティウスとの会合の席において、ヘラクレオスの助けを受けて、アイティウスを自らの手で視察した。リキニア、エウドクシア・ウアレンティニアヌス3世とマクシムス帝の2人の皇帝の皇后となった。アイティウスが殺されるとマクシムスは、ウアレンティニアヌス3世に対して、アイティウスの役職だった、軍務長官職につけてくれるよう頼むが、皇帝はこの望みを拒否した。 これは、ヘラクレオスが何者にもアエティウスが有していた、権力を与えてはならないと皇帝に助言していたためで、あり、アンティオキアのヨハネスによれば、マクシムスは、ウアレンティニアヌス三世の拒否に苛立ち、彼を暗殺すると決めたという。彼は、スキタイ族のオプティリアとトラウスティラを共犯者に選び、彼らは、アエティウスの元部下であり、将軍の死後は、ウアレンティニアヌス三世の護衛を務めていた。 マクシムスは、ウアレンティニアヌス三世が、アエティウス殺害の首謀者であり、二人は、元上官の仇を討たねばならないと説得し、さらに報酬も約束した。455年3月16日、ローマに滞在していた、ウアレンティニアヌス三世は、オプティリアとトラウスティラそしてその部下たちを護衛に、従えて、カンプスマルティウスを訪れた。皇帝が旧社の訓練のため逃げ場すると、 オプティリアと部下たちが近寄り、神殿内で彼を刺した。ウアレンティニアヌス三世が傍観を見ようと振り返ったところで、オプティリアが止めを刺した。同時に、トラウスティラがヘラクレオスを殺害した。二人のスキタイ人は、邸観と心を剥ぎ取り、マクシムスに送り届けた。ウアレンティニアヌス三世の突然の無言らしい死により、西ローマ帝国は明確な皇帝後継者が、 存在しない状態となり、皇帝官僚や軍隊はいくつかの党派に分かれて、各々の,の皇帝候補を押した。とりわけ軍隊は三派に分かれた。カズトメがアエティウスの元護衛隊長だったマクシミアヌスで、彼はローマで資産家となったエジプト人商人ドミーノスの子であった。二人目が後に皇帝となるマヨリアヌスであり、彼はアエティウスの没後に軍隊の指揮をとり、 皇后力にゃ有属者の支持を受けていた。そして三人目がマクシムスであり、元老院の支持を取り付けていた。結局、この競争に勝ったのは、マクシムスで三月十七日に即位し、定位を確保するために、定臣たちに金をばらまいた。バンダル族のローマ合略。カール・ブリュロフが八百三十三年から八百三十六年宮廷を掌握した、マクシムス帝は、 自らの権力を固めるために、ウアレンティニアヌス三世の未亡人リキニアエウドクシアと結婚した。エウドクシアは、暴帝の暗殺にマクシムス帝が関与していると疑っており、不祥不詳この結婚を受け入れた。コンスタンティノープルの東ローマ宮廷は、彼の即位を承認せず、このため、マクシムス帝は、自らの立場を強化するために、アウィトトスをマギステルミリトムに任命して、 トゥールーズへ送り、西豪都族の支援を受けようとした。さらに、マクシムステは、ウアレンティニアヌス3世の王女、エウドキアと、息子のパラディウスと結婚させた。ウアレンティニアヌス3世は生前、バンダル王、ガイセリックとの間で、王女、エウドキアと、バンダル王子フネリックとの結婚が取り決めていたようで、あり、さらに絶望したエウドクシアが、 バンダル宮廷に助けを求めたことが彼に口実を与え、バンダル族はイタリア侵攻を準備した。マクシムス帝が即位して2ヶ月経った5月にガイセリックがイタリアへ向けて出版したとの知らせがローマに届いた。この知らせが広まると市内はパニックに陥り、住民の多くが逃げ出し始めた。マクシムス帝はこの事態に全くの無意無策だった。期待していたアウィトスが引き連れてくる。 はずの西郷う族の援軍は未だ到着しておらず、皇帝はバンダル族を防ぐことはできないと考え、逃亡を試み、元老院議員たちに共に逃げるようせき立てた。だが、大混乱の中、マクシムス帝は、護衛や側近たちに見捨てられ、自身で逃げる算段をせねばならなくなる。五十五年五月十一日、街頭に出た、マクシムス帝は月光した群衆に遮られ、 彼らは皇帝に石を投げつけしに至らしめた。彼の死体は切り刻まれ、デベレ川に投げ捨てられた。彼の在位はわずか75日間だった。副帝に任じられていたミコパラディウスもおそらく処刑されている。マクシムス帝の死から2日後の6月2日、ガイセリックは市内に入り、2週間にわたり略奪の限りを尽くした。 ローマ教皇レオ一世の懇願に応えて、都市の略奪に、き物の放火、虐待そして殺人は控えたものの、ガイセリックは大量の略奪品に加え、皇后エウドクシアと彼女の二人の巫女のエウドキアと、プラキディアを連れて、町を去った。456年に、王女エウドキアは、バンダル王子フネリックと結婚させられた。混乱の中、しばらく西ローマ皇帝は、 空位のままだったが、ガリアにいたウィトゥスが、西元とテオドリック二世の後ろ盾を得て7月9日に皇帝タルを宣言し、元老院はやむなく、これを認めさせられた。ありがとうございます。